株式会社、平泉本舗は、秋田県に伊香保市にある、酒造メーカー。創業は、室町時代の1487年、秋田最古の酒蔵で514年の歴史があり、帝国データバンクの調べでは、日本酒の蔵元としては、全国で3番目に古い。初代は一族を連れて、関西の泉州からこの地に移り住み農業を営んでいた。日本海に面し、 冬の季節風は C がはっきりとした四季の変化で醸造や熟成に適した環境もあって二代目が酒造りを始めた。創業当時は海鮮丼屋を営み副業として酒造を行っていた。明治時代に入り鉄道の開通により海鮮業が衰退すると二十二代目は酒造りに専念することとなる。 1964年に発生した新潟地震により壊滅的な打撃を受け、一時は廃業を決意せざるを得ないほどとなったが、25代目は歴史ある蔵を畳むのが忍びがたく、廃水の陣の覚悟で再建に挑み、山廃作り一筋に突き進んだ。その結果、丹念な山廃作りに徹する戦略が徐々に市場に浸透し、平成初期には、 特定名称像としての地位を確かなものとした。仕込み密には、鳥見山系の伏流水を使用、昔ながらの山廃仕込みにこだわり、こじ込みで、きめの細かい手作りを続ける倉元。平成14種造年から30種造年、令和元種造年に種造年令和元年、2年。ありがとうございます。